はい、ご紹介ありがとうございます。水産大学校の松本と申します。私の方は今タイトル出てますが、先ほど佐田さんの話にもありましたように、二艘引きですね、この左の漁船が2隻で1つの網を引く、そういった取り組みについてご紹介をします。よろしくお願いします。でまず研究背景なんですけども、左の方ですね、今まで沖でちょっと拡大しますと、沖でこう魚をこう取ってまして、でそれで魚が取れた後にですね、丸二の選別をします。でそうしますと沖でですね、今度は箱詰めをするんですけども、最後4のところでやはり紙で管理しているという現状がありました。で特に底引きいろいろな魚もしくはサイズは分かれてますので、大体100種類ぐらい分けて、そして整理をしないといけないということで、この作業だけではなくて、特に漁労長だとかですね、船長が非常に大きな負担になっていました。でまたこうノートでこう、1日8回ぐらい操業して、で、一航海が5日とか6日行きますので、こういった情報がですね、何も活用されることなくこの状態になってたと。でそこで私たちはこの右の図にありますように、2隻で1つの網を引いていく中で、簡単に言いますと、取れた魚にですね、緯度経度だとか日時だとか、船の速力だとか、あと環境情報をですね、デジタルデータで全部紐付けして、で一番川上の状態、川上のそういった情報をですね、デジタルに変換して、あとはその漁協全体でステークホルダーみんなで、そしてその情報を運用していこうといったところを考えました。で、そこで考えましたのが、2隻で網を引くわけなんですが、アプリを、後でご紹介します。アプリを作りまして、そこで沖にいても、インターネットが通じない、届かないところでも、最低でも2隻の船はオンラインにしようという考えです。そうすることで、通信料もかからないですし、高速で情報をやり取りできると。そうすることで、今まで紙だとか無線でやり取りしてた情報を全てデジタルにして、共有してしまうと、そういった考え方で進めております。で実際に開発をしたアプリケーションなんですが、それが左になります。ちょっとこれ小さいので拡大しますと、大きく分けまして、2つにのカテゴリーに分かれています。上の方は操業漁獲情報になってまして、今船の上でどれだけの魚が取れてるかっていうのが、簡単にも把握できるようになってます。で下の方は、これは操業情報になってまして、今、漁船がどういった状態にあるのかっていうことです。例えばどの船が今網を入れて、そして網を入れてどれぐらい時間経ってるかとかですね、そして今右の方にムツ類とかアンコウ類ってありますけども、どんな魚を狙って操業しているのか、そういった情報が見えるようになってます。で今ほとんどの方がスマートフォンを持ってると思うんですけども、必要な情報にアクセスするまで多分4回動作したら面倒くさいと思うんですよね。ですので私たちの場合はアプリで開いたらもう最低でもこの状態になるということを考えています。でまた大きな特徴としましては、今金額で160万で出てますが、漁獲を入力するとですね、すぐ金額に反映されるというのが特徴になってます。でこの浜根値段なんですが、あらかじめマスターでデータで登録していくんですが、浜根は常に変動しますから、陸上の方から、漁師ごとの、単価を更新すれば、船もすぐ反映されますので、データを1でも1箱でも入れたら金額がどんどん増えていくと、それが一つの動機づけになっているというのが特徴になっています。でまた下の方ですね、今統合中になってますが、これが養毛中だったりとか公開中であったりとか、そういったステータスが常にこう自動的に変化するようになっています。したがって、こういった情報を陸上から見ていればですね、今船がどういった状態にあるかというのが分かりますし、網を入れて1時間9分であれば、大体2時間ぐらいで網を上げるんですけども、あと1時間後に網を上げるとか、もしくは、乗組員がこの情報を見ているときに、あと1時間ぐらい休めるねとか、ちょっと横なれるね、そういったことが分かるようになっています。でそういったことが入力されますと、このようにですね、漁師ごとにちょっと値段は削除してますが、先ほどノートで管理してたやつが全てもこの時点でデジタルに変換されて、それで船ごとの数、箱数で表示されるようになっています。で漁労長によってはですね、先ほどのトップ画面を表示させる人と、この青の画面をですね、見てる人がいます。でこれは先ほどの佐田さんの話にも関連するんですが、例えばアナゴを取ってて同じところを引いてるんだけども、片方の船だけどうやら入りが悪いだとかですね、
そういったのが、まあ、数字で、まあ、見える化しますので、まあ、よくよく見てみたら、まあ、業務がちょっと破損してたとかですね、まあ、そういったこともわかるわけです。まあ、そういったことを、まあ、一気にここで効率化を図っているということになります。で、そのシステムの概要なんですけども、それぞれ2隻の船にですね、まあ、こういった小型の、まあ、サーバーを持ってまして、であとはその、まあ、ご自宅でいうところの Wi-Fi みたいなものをですね、1つの船に3つつけてます。一番高いところにはレーダーマストに外につけてます。でもう1つはブリッジで、もう1つは乗組員の、まあ、食堂のところについてます。でそれを、2隻間で、まあ、オンラインで結ぶことで、まあ、片方の船が何かデータが入力すると、まあ、全てのアプリケーションが、まあ、更新をされると。でさらにこれは船の上では無料だというところがポイントになっています。でまた陸上のサーバー、まあ、クラウドサーバーに送るためには、まあ、漁労庁が乗船している方にはですね、まあ、ルーターを置いてまして、まあ、それで、サーバーの方に、まあ、送るような形になっています。で GPS は船の GPS をあえて使っていませんで、まあ、USB で接続して、で、まあ、壊れたらもうすぐ交換すると、まあ、そういったことで、まあ、スピード重視で行っております。で実際にですね、これが入力している様子なんですけども、まあ、左がこう魚種が出てますが、これマスターで全て取り込んでまして、標準和名が、全部紐付けされるようになっています。で、右の丸1なんですけども、まあ、選別が終わるとですね、乗組員が、まあ、このように、まあ、タブレットを使って入力していきます。そうしますと同じ船の、まあ、ブリッジにいる漁労長が、まあ、音が鳴るんですけども、まあ、音が鳴ったら更新されたということで、まあ、漁獲の情報を見ると。でもう一つの丸3なんですが、まあ、この B なんですが、もう片方の船ですね、だいたい500メーターから600メーターぐらい離れてるんですが、その船も常にデータが更新されると。でまたその逆もあります。であとはインターネットが通じていれば、丸4の、まあ、陸上の会社の方にもですね、まあ、データが共有されるという形になっています。ではどこで網を入れたのかとか、どこで網を上げたのかとか、まあ、そういったことが、漁労庁がどういうふうにして操作しているかっていうのをご紹介します。まず左の画面なんですけども、まあ、GPS プロッターで、まあ、見ててですね、網を入れましたって言ったら、この右のタブレットの、まあ、スイッチみたいなところをタップします。そうしますと右の画面に、真ん中の画面に変わります。でこれで、網を入れてどれぐらいの時間を経過したかとか、あと船と船の距離ですね、まあ、結構重要なんですけども、あとはその速力、進路、そういったものを、まあ、データとして表示するようになっています。でまたこういった情報は全て記録として残されるようになっています。ですから、まあ、漁労庁としては、この情報を見たいがために、まあ、ボタンをしっかり押していくという形になっています。でそれが先ほどご紹介したトップ画面のこの逃網中だとか、網を入れた1時間9分だとか、まあ、そういったところに反映されるようになってますので、このトップ画面で見るために押してるんじゃなくて、自分が必要な情報が欲しいがためにボタンを押してると、まあ、そういった仕組みになっています。またこういった動作によってですね、どの時点で網を入れた、どの時点で網を上げたっていうのが必然的に分かりますので、実はこういったデータがですね、まあ、先ほど資源管理、資源評価という話ありましたけども、一網ごとにどこで網を入れて、それでどれぐらい取れたかっていうのが、まあ、どん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 ですね、自動的にデータがこう生成されるようになっています。で、これを出力すれば、まあ、テキストファイルで、まあ、これ一部なんですけども、こういうふうにですね、すべて魚種ごとに緯度経度だとか、まあ、水温だとか、まあ、そういったものがざっとですね、どん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 データとして蓄積されるようになっています。で、またこういうふうなことをしますとですね、まあ、これちょっと緯度経度のスケールは外してるんですけども、まあ、今まで例えば農林局で捉えていた情報だとか、そういったものがですね、もうすべて点として現れてくるということになります。例えば、まあ、こういった、これある魚種なんですけども、まあ、この辺りとかこの辺りはあんまり取れないんですけども、この真ん中から下の部分はですね、割とこう一気にこう取れるということが、まあ、点として当然分かるようになっています。まあ、それが全ての魚種に対してどん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 データが作成されているという状況です。でまた先ほど、環境データというのがありましたけども、網のコットエンドの一番最後部のところにですね、まあ、CDD というのをつけていますと、まあ、この海底の水温とか、まあ、環境情報をですね、鉛直方向ではなくて面として捉えることができます。
こちらの図は左の縦軸が水温で、右の縦軸が、左が水深で右が水温なんですけども、水深が160メーターぐらいのところでこう網をこう引いていって、でこの青のラインですが、この水温がですね、まあ、例えば2度か3度ぐらいこう変動しているところとか、まあ、そういったことがまあ分かるようになっています。まあ、これと先ほど の実際の目的、それと結果、そういったものが全てデータとして蓄積されていくということになっています。でまたそういう時にですね、割とこうこのようにですね、実際のこれ映像なんですけども、まあ、魚が取れたりするということです。でまたそれに付随しまして、アプリではこう画像を収集するシステムもあります。例えばこうパシャッとこうあるタイミングで撮れば、そのサーバーに飛んでいって、そこで緯度経度だとか日時、そういったものが全て紐付けされます。例えば左の図であれば、まあ、この21ジンヨーマルが2枚の写真を撮ってるんですけども、まあ、それを拡大すればですね、まあ、ちょうど魚がまあこれ撮れたよということを、まあ、みんなにちょっと共有したいといったことで、データが画像としても残るようになっています。また例えば、外国船が来たとかですね、あとゴミが入ってたところになれば、まあ、カテゴリーを選択すると、画像としても共有されるようになっております。であとはGPS の情報を使っていますので、船がいつ入ってくるかっていうのは、これ陸上側からしたら非常にまあ重要な情報だと思います。電話で、今日の何時に入るよって言っても、実際には大きく変動する。浜に行って、船待ってても来ない、行ったらもう船が入ってたとかですね、そういったことがありますので、そういった課題をですね、解決するために、まあ、これ下関に入ってくる様子なんですけども、まあ、真ん中が下関なんですけども、まあ、船が2隻でこういうふうに入ってきたと、まあ、そうしますと、例えばこの図であれば、まあ、30マイルのところをまたげばですね、その時の速力で入港時間を自動的に計算をします。でそういった情報を、まあ、会社だとか、まあ、市場の人だとかですね、あとは燃料を積み込むバンカー船の船長さんだとか、食料を積み込む業者さんだとか、そういった人たちに一斉にこうメールを飛ばすようになっています。でこれがメールの内容でして、まあ、本来であれば入港予定時刻だけでもいいんですけども、この場合だと震度154度だとか、距離だとか速力っていうのが載ってます。震度であれば、まあ、これをスマホで見たときにですね、154度ってあれば、北の方からこう向かってきてるなとかいうことが分かりますし、速力見ればですね、まあ、11.3 ノットだったら、まあ何も問題なく走ってますが、これが9ノットとか8ノットであれば、まあ、ちょっと向かい風強いのかなとか、そういったことが、まあ、数字として分かるようになってますので、まあ、こういった情報をですね、まあ、自動的に配信することで、こういったデジタル情報でみんながこう動いていくと、さらにはそれは漁船だけじゃなくて、市場全体の人がこういった情報をもとに全て行動しますから、例えばお子さんが小さい人なんかはですね、学校に迎えに行かないといけない時にちょうど船が入ってくるとか、いろいろな事情がやはり抱えていますので、まあ、そういった人たちにもですね、非常にまあ喜ばれている、まあ、情報です。また積み込みとかであればですね、夏場であれば船が入ってこないのに冷凍品をまあ1時間2時間置いておくとか、そういったこともありますので、まあ、そういったこのような情報をですね、市場漁協全体で活用しております。であとは漁獲の情報と箱の種類ですね、魚を入れる箱だとか蓋だとか、そういったものが全て紐付けしてますので、漁獲の情報が入力されますと、今どんな箱の種類がどれだけ消費しているかっていうのが分かるようになっています。ちょっと拡大しますと、このようにですね、大箱がどれぐらい消費しているっていうのが分かりますので、まあ、こういったものが毎朝6時にですね、箱の業者さんに、まあ、このようにメールとして飛んでいきます。そうしますと、まあ、業者さんはですね、発注来る前に大体、まあ、その発注を先読みすることができます。でさらには徹底した在庫管理ができますし、私たちの目標としては、まあ、その箱をたくさん維持するための、例えば倉庫がいらなくなるとかですね、まあ、そういったことまで考えてまして、まあ、こういった情報もメールで毎朝飛ばすようにしています。でまた下にですね、競り日とありますが、これはまあ入港日をいつ今予定しているのかっていうのも分かりますから、まあ、業者さんにとってもですね、まあ、非常に役立っているということになっております。で、まあ、ここまでいきますとですね、今までの話っていうのは実は作業の効率化だけでして、儲けてないんですね。で、ある時にやはりこれやってもあんまり儲けないんだよねっていう話になりましたので、そこで次に行ったのが市場との連携でして、
漁協、まあ、例えば下関であれば全船導入してますので、そういった情報を、まあ、漁協でですね、まあ、集約しようという話になりました。で、左の図はそれぞれの船がどの魚がどれぐらい取れてるかっていうのが、市場の人だけは、仲卸さんだけはリアルタイムで見れるようになっています。で、こういった情報をもとに、例えば、いつどの船をどれだけ入れるかとかですね、あとは、ニーズがあるときにニーズがある魚を取ってる船を入れた方がいいわけで、ニーズがないときにそういった、船を入れないとか、ニーズがあれば1隻ではなくて2隻3隻入れる、まあ、そういった戦略を立てれるようになっています。で、またこういった情報を、競りをする業者さんが競りをしながらスマートフォンで見てますので、それを買い受け人とのこう話もして、例えば今日落とせなかったけども、あ、明日入ってくるよとか、そういった情報がやり取りできると。で、そういった情報をもとにそれぞれの魚種についてニーズを5段階評価で示すようになってまして、まあ、こういうふうにまあ、ニーズとあとコメントをつけてですね、で、あとは今対象となる船がどれぐらい取れて3日間の変動がどれぐらいか、例えば綿棒だったらちょっと3日比でニーズが上がってきてるとかですね、そういった情報を今度は、陸上から船の方ですね、川上の生産者の方に送ることで、情報をうまく活用しているといったことに取り組んでおります。で、そういったことをですね、令和元年度から、まあ、本格的に取り組んでまして、まあ、このグラフは左の縦軸が1航海あたりの水揚げ金額で、横軸が年度なんですけども、まあ、令和元年度からですね、今のところ、まあ、単価がどんどん上がってきていると。ただし、まあ、こういったのもどんどんいずれ頭打ちになりますので、まあ、次の段階として何をするかというと、私たちは今買い受け人との連携を考えてまして、コンソーシアムを組んでですね、そして次のステージに向かって今取り組んでいるところです。で、また水産大学校はですね、人材育成にも取り組んでまして、まあ、こういった導入だとかセッティングですね、まあ、細かい作業なんかは、研究室の学生含めて、まあ、学生さんとですね、一緒にやっています。例えば1の左上の図は、まあ、導入前にセッティングだとかテストを取り組んだりとか、あとこういった設置作業をですね、すべて私たちは自分たちでやってますので、まあ、2の実際にマストに登ってですね、設置をしたりとか、あと3の漁業者に説明をして、これ愛媛の八幡浜なんですけども、説明をしています。また今年はですね、インドネシアの漁業実習生が乗船してますので、その実習生と、まあ、フットサルの国際交流試合をやりまして、コテンパに負けて1試合も勝てなかったんですけども、まあ、こういった交流も踏まえて、人材育成をして、まあ、水産業界に人を送り込んでいるという状況になります。で、こういったことをやってまして、それで社会実装という段になりまして、で現場の方がぜひ使ってみたいということになりましたので、まあ、いろいろとありまして、今ですね、水産研究教育機構初のベンチャー企業ということで、もう自分でやっちゃおうということで、まあ、法人を立ち上げました。で、これが今年の話なんですけども、水産研究教育機構では成果活用事業者という認定がございまして、機構の中で、そういった法人を後押しする、まあ、規定がありますので、まあ、そちらの方に手を挙げてですね、そして知財課の協力も得て、会社を設立したということになります。設立日は6月22日なんですけども、まあ、実際に動き始めたのは8月からになります。ちょうど4ヶ月ほど経ちまして、これ実際にやってみるとですね、非常に面白いなっていうのが印象でして、それはまた後で詳しくお話ししたいと思います。まあ主な事業内容としてはこちらの通りになります。で、法人を作った理由もですね、やはり民間企業にお願いをすると当然高くなりますよね、人件費も含めて。で、あとは権利の問題、知財の問題だとか、あとデータの管理の問題だとか、さまざまありまして、まあ、そういった時に水産研究教育機構の方でこういった認定をしてもらえるということになりましたので、まあ、手を挙げたということになります。で、今18枚目なんですけども、まあ、今どういった流れになっているかといいますと、まあ、この青の部分ですね、取得になりますが、まあ、漁業者だとか あとは市場だとか、そういったさまざまなところからデータが集まってくると。で、そういったところで新しい法人がですね、このデータの管理をしております。で、当然現場の方のメンテナンスもしますが、
先ほどご紹介したように、まあ、インターネット、ネットワークがつながってますので、あまりですね、船に行かなくても対応できるように、いわゆるリモートメンテナンスをできるような形にしています。でそういった情報が今度は、仲買人のニーズだとか、入港予定日だとか、そういったさまざまな情報に変換して、でそれを受ける方ですね、市場の関係者だとか、そういった人にデータを配信して、で今度は最終的に、市場のニーズとして生産者に戻っていくと、そういったことでは一つの漁協単位としてデータをこう運用させていく、そして、それぞれで、利益を得るという形になっています。でこの中でやはりこの部分ですね、この部分を、まあ、法人が今担っているということになります。で最後まとめなんですけども、まあ、今回のタイトルにもありますデジタル化のメリットとしては、まず一つはやはり作業の効率化だと思ってます。やはりこれがまず入り口としてないとなかなか受け入れられないだろうというふうに思ってます。また私たちは、完全にできたものではなくて、7割ぐらいできたやつをまずは導入してもらって、入港から、すいません、出港から入港まで一連の流れが、まあ、一気通貫してできるような形でまずは導入してもらって、でそこから意見を聞きながらブラッシュアップしてどんどん変えていったということになります。また2つ目の魚の価値を測れるということなんですけども、やはりこれデジタルで100種類ぐらいの魚がデジタルでありますので、当然それはすぐに金額に反映することができると、まあ、この魚の価値をリアルタイムで見れるということがやはり漁業者にとっての動機づけにもなりますし、一生懸命データを入力しないといけないと、まあ、そういった気持ちにさせるものだと。であとは、まあ、データの蓄積ということで、まあ、データがどんどん入ってくればですね、まあ、将来性、まあ、たくさんの可能性というのが出てきますので、私たちの場合は市場からがスタートではなくて、一番川上の生産者からスタートですので、まあ、データの蓄積運用、そしてこういったものにですね、将来性があるんではないかなと思っています。あとは研究開発としては、水産研究教育機構の研究成果をやはりこう社会につなげたということになります。社会実装したということになります。でまたそういった法人の制度にも乗ってですね、今は全く行政等の支援を受けることなく、自分たちのお金だけで今運用しているということになります。そういったことでは地域の連携を強化して水産業の課題を解決をしていきます。あとは沖合底引き網ですね、先ほど何回も出てきましたが、大きな特徴としてはごそっとこう取ってしまうようなイメージがあるかもしれないんですけども、実は水揚げする港っていうのは決まっていますので、他のところに水揚げしないと、そういうことでは、地域と非常に密着した漁業でして、まあ、こういった漁業をですね、まあ、水産研究教育機構としてもしっかりとその中に入って、そして、まあ、持続可能な漁業にしていくと、まあ、そういったことに取り組んでおります。私の発表は以上になります。ありがとうございました。それでは今の発表についてご意見ご質問とありましたらよろしくお願いいたします。あ、すいません、ちょっと見えない、後ろの方いらっしゃる、はい、お願いします。東京企業の池田と申します。大変興味深い発表ありがとうございました。技術の面も大変、まあ、面白いなと思って、はい、聞かせていただいたんですけれども、一つちょっと途中で下関では全線に導入されているという話があって、そこがすごく私としてはすごいなと思っていて、そこの多分いろんな漁師さんがいる中で合意形成というか、どういうふうに進んだのかというのをちょっと経緯をお聞かせいただきたいなというのが一つと、もう一つはおそらくそのどこで操業してどれだけ取れたかというデータってかなりセンシティブなデータが集まってくることになると思うんですよね。そのデータの取り扱いというか、多分そこをこう会社とかの会社とかを取っ払って横に使うともっと大きいことができるんだろうけど、なかなかこう隠したい情報というところもあると思うので、その辺の取り扱いの苦労とかお聞かせいただけるとありがたいなと思います。はい、ありがとうございます。まず1点目なんですけども、この取り組みっていうのは最初はですね、2社、すいません、1社からスタートしまして、まあ、どちらかというと導入している船が少なかったんですけども、2つ目の視点にも関係するんですけども、やはりこう信頼関係というのが非常に重要なんではないかなと思います。あとはその漁業者、私の方からだけではなくてですね、まあ、漁業者の方からいやなんかこれ使ってると便利だよということで、生産者同士の話からですねどんどん広まっていったっていうのがあります。
であとはその市場と連携を考えた場合にやはり全線導入しないと意味がないということで、最後はですねいろいろ生産者の人に集まってもらってそしてまあ話をして、まあ、こういった今現状では全線入れているということになります。まあ、それ以外の地域では愛媛とかあと島根の方でもまあ導入してまして、まあ、来年度もう少しまあ増える予定になっています。で2つ目のデータの管理なんですけども、これはですね今のところは船同士の共有っていうのはできていませんで、船だけでこう閉じているような状態になっています。ただですね私はちょっとこう段階的にやはりこう考えてまして、魚種ごとのデータが全てこう溜まっているわけですから例えば将来的にはですねどの魚種を例えば資源管理に生かしたいとかこういう活用したいって出てきたときに川上の情報がデジタルであればこれ何でもできると思うんですよね。ですからまあ、いろいろ今このデータも溜まっていろいろなことができますよ、まあ、こんなこともできますよという、まあ、情報提供はしてるんですけどもその時にこういろいろ出てくるんですよね。例えばこういったことできるのとか、さまざま出てきます。そうしますと一番川上のデータがこう細かいデータがありますのでいくらでも加工してできますので今は共有はできてないんですけども、何かあった時にはすぐ対応できるような体制を取っているということが今の現状になります。以上です。ありがとうございました。はい、あ、はい、こちら前の方少々お待ちください。お願いいたします。あ、どうも面白い発表ありがとうございました。マリノフォーラム21の渡辺と申します。もう四万十先の船は全線つけてると。大積水にして何隻ぐらいなのかというのと今後島根とか他にも展開されるという予定で大体どのぐらいの隻数が近々ですね、参加されるのかっていう見込みをちょっと教えていただければと思うんですけど。はい、ご質問ありがとうございます。まあ、現状ではですね隻数からしたら18隻入っています。で、月いくらという形で、まあ、使用料をいただいているという環境になっています。で今予定しているのがおそらく今後ですね、まあ、6隻かそれぐらいは増えるんではないかなというふうに考えてまして、でそれ以外でどんどん広げていくかという問題があるんですけども、まあ、これがですね私自身のこうスケールメリットがあるかどうかということになってまして、手を回らなくなる可能性もありますので、そういったサービスの面と含めて、まあ、今後の展開というのは考えていきたいと思っています。ただ法人になってですね最近私もちょっと欲が出てきましたのでもしかしたら3年後にはもっと増えてるかもしれないということになります。見込みをお聞きしたのはですね実は私のところは今水産庁から、事業を受けてましてねスマート化をするための機器整備の事業2分の1補助なんですよ。でこれ来年も続く見込みで、まあ、来年はうちが事業実施したいのかどうかこれからのあれなんですけども、もしね2分の1補助ですから船に乗せるいろんな機材、それを申請していただければそこは2分の1で、漁業者さんの皆さん2分の1負担で済むということですので積極的に活用を決定していただければと思います。今の話は結構ウィンウィンの話かなと思いますので引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。有益な情報ありがとうございます。その他ございますでしょうか。はい、こちら。発表ありがとうございました。水産庁の村井と申します。先ほど川上からのデータとか、まあ、いろんな情報を、まあ、連携することで、まあ、利益率のアップって素晴らしい効果を生み出したってことは、拝見。はい、中途しました。ですいません、ちょっと担当のものともう話させたら申し訳ないんですけど、水産庁の方ですと、まあ、研究指導課で、まあ、水産分野におけるデータ連携の促進を図るための、まあ、プラットフォームの作成において、まあ、参考となるようなガイドラインの作成も行ったりとかもしているんですけど、今まで活用されたりとかこれから活用されるようなことっていうのは、まあ、既にされているとかお考えがあったりとかしますでしょうか。はい、ありがとうございます。こういったデータをするときにですね、まあ、最低限のルール作り、まあ、規定というのは私たち生産者とは結んでまして、まあ、こういったルールに従って、まあ、データを扱いますよということは考えています。
でその時に水産庁さんがまとめてくれた資料をですね、まあ、参考にしながら、まあ、こういうふうなデータ管理をしているということになります。ありがとうございました。